はい、というわけでバテマス強化でございます。これ2014年9月の3日、3日かな、うん、3日の何時、2時半、2時半の肉飯です。バテマス協会です。こんにちは。今日は唐揚げ、また唐揚げかよね。あの唐揚げ定食、唐揚げ弁当買ってきた。ちょっと焦げ気味やなこれな。うん、唐揚げ弁当、ほかほか亭の唐揚げ弁当、いつも唐揚げスペシャルなんやけど、唐揚げ弁当とライス大。で、唐揚げ弁当前5個か、唐揚げ5個やったんか、5個か6個やったのに5個か、5個なってんな。普通のやつは多分3つやったもんな。じゃあスペシャル、スペシャルはなんか2個少ないなっていうイメージだったんやけどな。え、ちょっとおい、あのバハー柚子胡椒ないやんけ。柚子胡椒ない、マジかよ。そこのバハンちょいちょいやらかしよっからな。ちょっとなんか取ってくるわ。はい、だし醤油、こんだし醤油おいしいよ、四国の。どこのやつかな、香川県のだし醤油、釜田のだし醤油とこのすだち酢、泡の風味すだち酢、この2つね。これにするわ。この2つでね、うどんね食うだけで激烈うまいから、またまあそれね動画するわ。いうか忘れるか、忘れるかね、ほんと。っていうか唐揚げ、ほかほか亭の唐揚げなんかこれはあんま濃くないんで、それなりにかけても大丈夫です。ほかほか亭の唐揚げなんかあの柚子醤油なかった意味ないし、ほんまのばはん。っていうかめっちゃなくなってる。うん、じゃあいただきます。マジないわ、ついてないわ。よし、食べよう。多分こっちの方がうまいと思うけど、だけどな、あの柚子醤油な。うん、唐揚げも揚げすぎや。うん、T シャツできたわ。うん、T シャツできたで。T シャツ届きました。うん、注文してた。私オリジナルのね、うん、4着買ったけど、まあ動画上がってますけどね。うん、ありがとう。めっちゃ輸出。うん、またプリントも荒いかな思ったけど、うん、大丈夫そう。うん、まあおかげさまで、あの僕の予想よりはなんか買ってくれてる人多いんでありがとうございます。本当助かります。うん、うん、こういうもんってね、うん、自分で作ったりさ、もっとコミュニティが大きい人がやったらいいと思うのよ、本当は。うん、だけど、まあ、僕的にはこういうのはすんの好きやから、うん、やっちゃいました、弱小なのに。うん、うまい。今日ね、ラーメン食べてきてんけど、カメラ持って行ってね、うん、撮影しよう思ってもちろん、うん、
じゃあちょっとカメラセットして、うん、撮影しようと思ったらメモリーカードが入ってません、メモリーカード入ってませんって、うん、いや昨日もうそこがね、本時点でついてなかったんやね、うん、なんかいつも向かう道は違う道からちょっと寄ってから行かなかったから、うん、行かなかったのにぼーっとしてたら、まあ、いつもの道行ってしまって、あっ戻らなあかん、でまあその目的地に着いて、で目的地に着く時もその戻って目的地に曲がらなあかんとこ曲がって、その次曲がらなあかんとこぼーっとしててまだ曲がってないっていうね、ほんとまかんのでこの目的地着いたらいいけど、その目的地は俺が一回道迷ったから、間違ったから寄りやすい方に変更してもらったのよ、俺が行きやすい方にね、その時点で、うん、ほなさ行こうと思ってラーメン屋さんそっからちょっと離れてて、うわぁだけどこの近くにも一緒のラーメン屋さんあるわと思って、一緒の系列のラーメン屋さんあるんで行こうと思ったら火曜定休やったら、マジかよ何やねん思って、行きたかったらラーメン屋さん行けず、今違うラーメン屋さん行って、もうラーメンになってから、何や SD カードないって、今チャイナスに iPhone 撮ったけど、あの BGM が長いとこ、ね、BGM がうるさいとこやったから、ちょっとまあ極力自分の方に近いところにマイクを置こうと思って、いやカメラ近いと撮れへんやん、はい、iPhone のイヤホン、マイクついてるからイヤホンに挿してマイクを手前に置いてカメラを離して撮ってんの、これをうまく撮れてるかどうか、ちょっとこれは確認せやん、うん、なんか今日この柚子醤油が入ってなかった時点にもしかしたらあれもねうまくいってない可能性高いな、うん、どうなんやろ、あもう一個あったよ、昨日の夜にモンスト、うん、モンストの動画撮ってんけど、初めて俺はカミカっていう神さんになれる合体があるね、カミカ合成っていうね、うん、それをやるからその素材を取りに行くクエストと、でそれ素材取ってから合成するクエストを取ったわけね、プラスもちろんその携帯の iPhone の画面も取ったの一緒にね、訪れすげえな、 iPhone 画面も使えたもんじゃなかったからやめたボツしたけど、もうね、うん、昨日はなんか、いろいろひどかったな、うん、で、今日のこれやから、あの動画もやばいかもな、でさ、この醤油とすだちでも美味しいけど、今日俺がほかほか店に行って唐揚げ定食、唐揚げ弁当を頼んだのはこれ美味しいけど、このタレで食いたくて俺の口になってないからね、うん、これがうまかろうが俺が食べたかったのはほかほか店なのに柚子醤油なんやから、うーんでもね一気にテンション下がった、うん、飯はうまいけど
普段夜炭水化物とってへんから、このお昼に食べたいもんを食べたい味で食べたいやん。もう台無しにされたわ。だからそのおばちゃん結構知り合いのおばちゃんでな、うちの妹と知り合い、うちの妹の同級生のお母さんです。何々ちゃんどうしてんの、元気してるとか言われてた。うん、元気してますよとか言って、なんかね、これなんかこれ今ちょっとこれあのアンケート書いたら、これ投票しといてくれたらなんか当たるから、これまた今度来た時入れといてとか言うの。お前が言うと賞入れ忘れとるやないか。お前が忘れとるわ。そんな言葉が言うとらんねえから、ゆず塩ちゃんと入れとけ。うまく待っちゃう。昨日のお昼も俺の思った、まあ俺の責任もあるんやけど、俺の思ったあのラーメンの味が食べられへんかったし、今日のお昼も俺の思ったあの唐揚げの味で食べれてない。こんな不幸なことありますか。こんな不幸なことは、切ないわ。パテッチです。いや、ママええんちゃうこれ、ええない、結構、生地もいいんで、よかったら T シャツ買ってください。まあ、というわけで、もう食べちゃったんでね。まあ、2014年9月3日、多分3日の水曜日、まあもう3時前ですけどね。行き飯でした。ごちそうさまでした。 See you.